はい、失礼します。ありがとうございます。それじゃあ小泉さん、はい、一つよろしくお願いします。あ、いいんですか。はい、どうもご紹介いただきました小泉一馬でございます。今日はよろしくお願いいたします。こんなもんじゃない長野市ってね、土屋候補がよくおっしゃいます。で、昨日もね、お話聞きまして、松本と長野の人口こうなんだよっていうお話ありました。でね、昨日それ、お前明日喋れと言われたんで、宿題としてこれ作ってきましたので、見ていただきたいんですが、この線ですね、こっちが松本です。で、2010年から2016年、去年までの、人口の増減率ですね、2010を100とした場合にどういうふうに増減しているかっていうお話です。で、松本で100の前後で行ったり来たりして結構頑張ってますよね、人口。まあこの後ね、正直人口減ってっちゃうんだと思うんだけど、なかなか頑張ってらっしゃると思います。で、片や長野市ですね、どうなってっちゃうのかって心配なライン描いてますよね。で、真ん中の黄色いのが国税調査全国伸び率で、まあ、伸び率ってさ、縮み率になっちゃってますけどもね。でも全国を下回ってしまっているのは長野市の現状です。まあ長野市は、ね、中山間地が多いじゃないか、そういうご指摘あるんだと思う。行政も、ね、それを言い訳にしたいんだと思うんだけども、でも中山間地を高値として逆に生かしていくってことはどのぐらいできたんだろうということですよね。で、こんなもんじゃない長野市。で、今の長野市は、まあ、こんなもんじゃないの長野市って、こんなもんだろう長野市っていう行政になってしまっているのではないかということは小泉も前から思っております。で、まあ、加藤久雄さん、現職ですね現職の話ちょっとさせていただきますけども、25年にね、就任しました。で、あの方もね、中山間地とか、それから人口のこと、いろいろおっしゃってます。頭を痛めてます。で、考えに考えて、何をしたかっていうことをちょっとお話しますが、平成28年4月に画期的な定住人口確保施策を実は打ち出しておりました。どういうことか知ってます？なんと人口減少対策課っていうのがあったんですね。これを人口増推進課に名前を変えよう。名前変えたんです。以上終わりです。そうなんです。すいません。ただし政策の変更は何もない。だからこれはね、議会でも問題になりまして、表紙をね、書き換えただけじゃない、今度表紙書き換えただけじゃないかってことをね、ずいぶん申し上げました。私もその通りだと思います。で、人口増っていうのはね、それなりに予算措置をしてやっていかなきゃいけないんだけども、今現実的にはね、人口増なんていうことをやってる自治体はどこもないんですよ。やっぱりそこでは人口減少っていうのはある程度受け入れて対策していかなければいけない。なんだけれども、現職は土管の人だから、景気よく、ドカンって言いたいですよね。だからこんなもんだろうという政策になってしまっている。で、あとね、小泉がちょっと問題に、非常に問題だと思ったこと、現職の方ですね、加藤さんですけれども、これは小泉の質問ですが、28年の9月議会、今日ね、あの市議会の方も見えてますけども、覚えてると思います。結構ショッキングなお話でした。議会の権能を犯していることも的確な判断ということなんですかと、私の方から加藤市長に質問した件があるんです。それどういう件かっていうのはちょっとね、ここではね、置いときます。話が長くなっちゃうからね、もう土屋さんそこにいるんで。で、これに対して、どういうふうに答えます？議会の権能を犯しているっていうのは的確な判断なんだと思ってるんですか、市長と答えたら、いや、そうは思ってませんとか、で、それは誤解ですとかね、いや、天皇、結果の権限をまさにそんなとんでもないことやってませんよっていう答弁が返ってくるんだろうなと思っておりましたら、そういうことですという嘘でしょっていう答弁が返ってきました。まあ、もっともね、これね、後で取り消してますけれども、
その取り消したのもね、議会の議員がおかしいじゃないですかって休憩時間に詰め寄ってやっと気がついて取り消しますっていう話なんですね。だから本音はね、これなんですよ。議会なんかどうでもいい思ってらっしゃるのが今の現職の方です。これはね、議員としてはこんな市長じゃ困るんですよ。やはりね、議員と議会と、ね、行政ってのは両輪じゃないですか。それでも長野市の発展に尽くしていかなければいけないのに、議会はどうでもいい、議会の権限どうでもいい、俺がやるんだっていう、そういう方が今の市長だとすれば大きな問題だと思います。これ全然、ね、新聞とか書きませんけれどもね、こういうこと実際あったんです。で、あとね、これは最近のお話なんですけれども路上喫煙防止でブレまくっているのが今の市長さん。すいませんね、悪口言いたいわけじゃないですけども、ちょっと、ね、違いをやはり際立たせなければいけないんでやらせていただきますが、今ね、路上喫煙を防止するっていうね、そういう禁止するっていう条例改正案、12月に出てくるっていうようなお話になってます。で、それは俺はね、いいことだと思います。小泉としてはいいことだと思います。で、路上喫煙禁止、5万円の罰金をね、払っていただきますという、そういう改正内容。重点地区指定して、その中で罰金をね、適用していくっていうことで、前向きな長野市長だったんですよ、この時は。この時っていうのは、8月だったかな。で、これが1週間経つと、市長重点地区、新調ってね、ガラッと変わっちゃったんですよね。長野市をガラッと変えるって言って、自分の意見がガラッと変わっちゃってたりするんで、これはどういうことなんだろう。上天地区地域に指定に前向き、これね、市長の意思だとすればこれ通さなきゃいけない。でも前もってね、ブリーフィングやってるんですよ。ブリーフィングってのはレクチャーね、ちゃんとこういうことですかって、条例こういうことで変えますかって事務方から説明受けてます。議会も説明受けてます。重点地区は当面は決めないって事前に聞いてました。市長も聞いてるはずです。でも忘れちゃったんですかね。どうしちゃったんでしょう。忘れちゃったんだとしたら、それはそれで困りますよね。で、それで、ね、自分の意思でやったんだとしたら、ここでくるっとひっくり返してしまう、その節操のなさも困ったもんだと思います。で、正直言って今の市長は役人の言いなりになっているような気がします。市長そうじゃないんですよ。こうなんですよ。あ、そうか、俺間違っちゃって、1週間したらひっくり返る。はい、これは放課後、ちょっと字がね、小さくてすいません。放課後子ども総合プランの話です。これはね、土屋候補もよくお話しされています。争点になってきているのも大きな問題です。放課後子どもプランって、要するに小学生ですね、主にはね。放課後のお子様の居場所づくりです。で、これね、意外とっていうか、知られてないんですけれども、2つあるんですね。放課後子ども総合プランの中に放課後児童クラブと放課後子ども教室っていうのがあります。で、厚生労働省が放課後児童クラブをやってるし、文部科学省が放課後子ども教室をやっています。こんなの知らないでしょ。私も知りませんでしたよ。よく調べなきゃ分かんない。で、なんでかっていうと、長野市はわざとこれね、ごっちゃにしてるんで、説明するときも。で、今長野市は来年3月から、ね、有料化、2000円月々、両方ひっくるめて2000円っていうふうに言っています。だけど全国的な状況を見るとね、あるいは制度の趣旨を見ると、放課後児童クラブ、こちらはね、留守家庭、お父さんお母さんお勤めだったりする家庭、その家庭のお子様をお預かりして、父ちゃん母ちゃん稼いだとか、きちんと利用料もいただけます。そういう制度、これにはそれでもいいと思います。で、中野市、千曲市、須坂市、松本市、それぞれ利用料は3000円ずついただいていますけれども、千曲市は利用料無料だったりしますよね。で、長野市も今まで利用料無料だったのに、これは有料化してしまいます。で、さらに問題なのがこちらの放課後子ども教室ですね。こちらは留守家庭ではなくて誰でも使えるっていう建前です。で、放課後の居場所作りとかね、体験をさせてください、そういうプログラムを作ってください、そういう授業に応える授業です。で、こちらは誰でもだから原則無料なんですよ、どこでもほとんど。
中野市も無料で、千曲市も無料で、松本市ももちろん無料です、まあ、須坂はちょっとやめちゃったらしいんですけどね、事情があってね。だけど長野市は2000円です。来月から、来月、来年ね、来年3月から2000円ずついただくってことになってます。だけど、こんな説明受けてます？受けてないですよね、市役所から。あの、子育ての方いらっしゃると思うんだけど、こんな細かい説明受けてないですよ。一緒くたにして2000円だからよろしくねっていうことになってしまう。こんなね、大雑把な決めの洗い行政が実は長野市で行われているんです。今の放課後子どもプランのお話ですけれども、見えてないかな、これに西村議員という方がね質問して、ここでも知ったんですが、中山間地、山の中でスクールバスが来ます。でスクールバスを待ってる間、子どもは放課後子どもプランを利用して待っているっていう、そういう現実があるんです。それ使わなきゃ待ってられない。雪が降っているのに外にいられない。熊が出るのに外にいられない。だから放課後子ども教室でね、中にいなきゃいけないでしょ。じゃあそういったスクールバスを待つためだけに使っている子どもからも2000円月々もらうようになるんですか？そういう長野市なんですか？で、加藤市長も考えまして、これについてはあ、特別に 40% 引きでご利用いただけますということになりましたけれども、おかしくないですか？こんなのタダにするべきですよね。おかしいですよね。減免って言いますけどね、減免で 40% 引きで中山間地スクールバス待ってる子は使わせてあげますっていうことですけど、ありがたくもなんともないですよね。これが血の通っている行政と言えるのかなというところ、本当に疑問です。で、こんなもんじゃ長野市内じゃない長野市で加藤市長よくこの場使えます。ドカーンって使ってます。YouTube 見てください。ひどいもんです。ドカーンで一本動画作ってます、加藤さん。ドカーンはね、制作じゃないんですけどね。いや、本人の頭がドカーン。本人の頭はね、ドカーンだし。ドカーンって言ってる場合じゃないんですよ。そんな軽々しいことはいらない。いい加減な現世市民の怒りがドカーンなんですよ、今やね。私はそうです。で、皆さんもね、ちょっと怒っていただきたいと思います。でね、すいません、ちょっとね、じゃあ加藤さんのことはそれぐらいにしまして、次世代エネルギーパークっていうのがあります。ちょっと土屋さんのお話をいたします。これ土屋さんで、ちょっとね、僭越な言い方ですけども、大したもんだなと思った時がこの時で、次世代エネルギーパークっていうね、太陽光とか、バイオディーゼルとか、ああいうやつですよね。ああいうやつを公園として面的に整備すると、国がそれじゃあ次世代エネルギーパークだね、認めてくれるって、そういう政策があるんです。で、長野市は M ウェーブでそれをやろうとしてたんですけども、そんなことやって投資したって割に合うのかとか、あるいはね、なんで M ウェーブで次世代エネルギーなのって、ソーダーパネル敷くらしいんですけど、そういう構想だったんですけど、なんでそんな唐突な話が出てくるんだとかね、あるいはここね、太陽光発電エリア書いたんですけど、この辺はオリンピックの文物が展示されているスペースになってるんですよ。で、それどうするんですか、取っ払っちゃうんですか、そういうお話が出てきまして、議会でも結構問題になりました。小泉もね、ここは小泉はオリンピックっていうのは長野市の財産だと思ってるんで、ここどうするんだって、そんなもんやめたっていいじゃない、やめたっていいっていうのは、次世代エネルギーパークをやめたっていいっていう立場ですよ。そういう議員は結構いた。で、長野市は審議会作りました。この問題をどうしましょうかっていうことで、第三者委員会っていうのを作ったんですね。で、その中に当時 M ウェーブの社長であられた土屋さんが入っていたんです。でね、言っちゃなんだけど、審議会って行政がね、文書作って、事務方が文書作って、はい、これでお願いします、わかりましたって、もう右から左っていうのが結構多いんですよ、長野市では。土屋さんその中にあって、これはおかしいじゃないですかってことをきちんと発言されていました、というふうに聞いてます。
すいません、自分も見てたわけじゃないけれども、記録とか見るとね、あ、これそうだったんだなっていうのが出てきます。で、ここの動線どうするんですか、経営者の立場ではっきりとね、言うべきことは言ってました。で、当時ね、この NH 世代エネルギーパークの舞台となるべきだったこの M ウェーブって、まあ、今もそうですけど、長野市から指定管理というお金をいただいて、株式会社 M ウェーブが運営してます。だから長野市はスポンサーなんですね、言ってみればね。で、スポンサーに対して言いたいことをきちんと言うっていうのはかなり勇気がいることなんだと思います。で、当時からね、きちんと言うことを言える方だったということで、その時ね、ちょろっと尊敬したんですね。まだね、その時あんまり知らなくて、今もそんなに知ってるわけじゃないんですけど、今もね、お友達扱いされてるわけじゃないんですけども、でもね、やっぱり、友達仲じゃなくて、政策的に正しければね、押すんですよ、議員っていうのは。で、これは OMA ですね、オリンピックミュージアムネットワークっていうのがありまして、これ、土屋さんのお手柄ですよね。これね、なんで俺、これね、印象に残ってるかっていうと、俺が質問してやろうと思って、温めてたネタだったんです、実はね。長野市で札幌、長野市は日本で、ね、札幌と東京と長野市がオリンピック呼んでるじゃないですか。だけど、その IOC、国際オリンピック委員会の公認の施設になっているっていう展示の施設っていうのは、まだ日本になかったんですよ。で、俺、それ気がついてたから、こんなの誰も気がついてねえだとか、そのうち聞いてやろうと思って、またあとってやってたら、土屋さんがいつの間にか、ローザンヌに行って話しつけてみましたっていうことになっちゃって、でしかもね、そのローザンヌに行って、じゃあそういう交渉をしてくださいってスポンサーである長野市から言われたわけでもないんですよ。で、事業費としてこれだけつけるから、じゃあそれやってこいやと言われたわけでもないのに、経営者としてのね、判断感覚できちんとやるべきことを自分で考えてやってしまわれる。行政よりも議会よりも素早いスピードで動いてきちんと実績を上げる。だからね、土屋候補がトップセールスやりますって言うでしょ。加藤市長もトップセールスやるって何売り込んでくる、何やるのかってちょっと不安に思うけども、小泉はね、土屋さんならできるんだと思います。だってローザンヌ行って、一人で行ってこういう成果上げてきたんだから。で、これがね、世界的に長野に行けばこういう施設あるんだよっていうことが知れ渡れば、このミュージアムを目当てに外国からもお客様が来るんです。長野市がきちんとね、発展していく礎を作ってくださったっていうことなんです。拍手を作り返す。芦沢さんとかそういう話もしましたね。加藤市長がね、今回も言ってるし、前回の立候補にも言ってますけれども、自分の民間の経験をきちんと長野市のために生かすって言ってます。自分の人脈を生かすって言ってます。だけど副市長って、久保田さんが言っちゃったけど、菊池さんのね、二人体制だと。この二人とも芦沢さんが置いていった方なんですよね。で、黒田さん辞めちゃいましたんですよ。じゃあ公認どうなってるんですか。副市長人事っていうのはもう本当に本当にその市長の事業を実現するためにね、きちんと考えて据えるべきポストですよね。じゃあその民間の人脈きちんと生かすって言ってた話どうなってる。黒田さん辞めちゃって、その後ずっと空席ですよ。お友達いないんじゃないですか。そこまでは言わないけれども、だけどね、人脈本当にあるって言ってるけど、あるのっていうのはね、ちょっとね、小泉としては気がかりです。1期目見たじゃないですか。で、2期目もね、同じ手で、市民が、ああ、そうか、人脈豊富な加藤さんなら大丈夫だって思ってくださると思ってらっしゃるのかしらっていうのが小泉の疑問です。で、それよりもね、いい方がいらっしゃれば、その方を押し立てて長野市の発展のために尽くしていた。これがね、私たち有権者の取るべき道であるのは
明らかだと思います。どうか皆様ね、今日ね、すいません、長々しゃべっちゃいます。バトンタッチしますので、土屋候補の話をよく聞いて、皆様のお友達にもその言葉を伝えていただきたい。小泉からはお願いいたします。勝たせましょう、皆さん。小泉さん、ありがとうございました。